皆さんこんにちは。東京デンタルスクール岡田です。本日はですね、クイーン血腫についてお話します。クイーン血腫はいきなり唇がですね腫れてくる、そういう病気ですね。早速見ていきましょう。クイーン血腫はですね、いくつかの種類があって、例えば1型アレルギーとかですね、で遺伝性のですね血管性浮腫、こちら C1 インヒビタ、関係しているものですね。こういったものが、特に重要ですね。でまた忘れてはいけないのはですね、この薬物性ですね。特にこのエース阻害薬ですね、こちらは必ず覚えていただいて、また、近年ですね、この、経口避妊薬ピルとかですね、もしくはホルモン剤、こういったもの、いくつかですね、こういうクイーン血腫を引き起こすことが知られています。こちら特にですね、遺伝性血管性浮腫の患者さんですね、こちらを気をつけないといけないのは、通常の歯科治療、外科侵襲などでも発症する、引き金になるわけですね。ですからですね、例えば歯医者さんに行ってですね、翌日、朝起きてみてですね、唇が、いきなり腫れてる、そういったことあるわけですね。そういう場合はこのクイーン血腫、疑うわけですね。こちらクイーン血腫はですね、何も唇だけじゃなくて、唇とか咽頭ですね、また消化管、四肢、こういうところにですね、突発的に、浮腫が起きるわけですね。でこちら数時間から、数日で通常は消失します。こちら気をつけないといけないのは、例えばですね、咽頭部に生じた場合ですね、呼吸困難、伴うことがあるわけですね。でこちら治療はですね、まあ通常、例えば軽度で唇がちょっと腫れていたという場合などはですね、例えば数時間経って落ち着いてちっちゃくなってきた、翌日治ってるということもあるわけですね。でこちら症例によってはですね、まあ、ヒスタミン薬、プラスミン薬、ステロイドですね。でまた遺伝性の血管性浮腫の場合は C1 インヒビターの補充療法とか、まあ、トラネキサム酸とかですね、まあ、こちら臨床上は様々なですね、まあ、症状に応じた、種類に応じたですね、対応していくことになります。クイーン血腫ですね、実際に国家試験でも出題されています。こちら下唇の無痛性視聴ですね、で来院ということですね。昨日から自覚していて、以前にも同様の、症状があったということですね。つまり1回だけじゃなくて何度かあるということですね。で数日で招待したというね、こういうのがキーワードですね。いきなりこうできて数日とか数時間で、消えたということですね。で局所の熱感と発石は認めないと。こういう熱感とか発石があったら炎症とかも疑ってくるわけですね。急性炎症、細菌感染とかですね、まあこういったものはないということですね。でこちら唇、下唇見ていただくと、特に左側が、大きく腫れてますよね。こういったようにですね、まあいきなり腫れてきて数日で治る、そういったものはクイーン血腫疑うわけですね。特にこの習慣性であれば、まあ何度かあればですね、こういう血中 C1 インヒビタですね、こちらの、補体検査ですね、このようなものが必要ということですね。でちなみに選択肢はですね、例えば A とかですとパッチテストは金属アレルギーとか、プロカルシトリンですとですね、細菌感染の重症ですね、敗血症、こういった検査ですね。次の問題も、見ていきましょう。こちら医師国家試験ですけども、本日夕方から下唇の視聴ですね、で軽度の呼吸困難ということですね。先ほど通り、唇だけじゃなくてですね、咽頭部の場合、呼吸困難が危険なわけですね。そういった時は、例えば緊急を要する場合があるわけですね。息できてないわけですからね。で、咽頭痛や咽下痛はないということですね。例えば咽頭痛とか咽下痛があれば、例えば、炎症ですね。例えば細菌とかウイルスで、咽頭付近にですね、炎症があるとか、そういったことも鑑別していくわけですけども、で高血圧があったエース阻害薬、アンギオテンシン変換酵素の阻害薬ですね。先ほどの通り、このエース阻害薬とクイーン血腫というのは必ず覚えておかないといけないですね、関連。ですから、高血圧症の薬ですね、こういった、高血圧の患者さん、歯科治療とかですね、やった後翌日とかですね、まあ、いきなり唇腫れてくるとか、こういった時はですね、まずこういうクイーン血腫疑わないといけない。ね、で、そういう時、今回、問題はですね、まず行うべきというね、このまずっていうのはですね、重要ですね。国家試験で優先順位をつけてくださいということですね。ですから、この今回呼吸困難ありますから、場合によってはですね、窒息死ということも危険性あるわけですね。ですから、緊急性を要しているわけですね。答えは C の喉頭内視鏡ですね。で、A 阻害薬によるクイーン血腫、血管性浮腫の疑いということですね。で、D のようなですね、まあ、補体化の測定、こういったものもですね、先ほどの通りクイーン血腫のですね、
中の遺伝性血管性 CY インヒビター関係してますから、こういうものもいいんですけども、今回はですねマスということで緊急性が高いわけですね。ですから軌道に関係するものを選ぶということですね。もちろんこれが習慣的なものであればですね、遺伝性の血管性浮腫なども疑っていくということになるわけですね。本日はクイーン血腫、ご紹介しました。こちら意外とですね、日常臨床、例えば歯医者の翌日、外科侵襲、ね、こういう何か、侵襲があった翌日なんかに唇がいきなり腫れてくる、喉がいきなり腫れてくる、こういったものですねあった場合、起こり得ますのでしっかり、覚えていただければと思います。この後はスクールのご紹介をさせていただければと思うんですけども、当スクールはですね、現役生のうちから例えば定期試験やですね、進級卒業試験ですね、そして国家試験対策に向けてですね、マンツーマンで行っているスクールです。平日例えばですね週1回2時間やですね3時間で例えば定期試験に備えたり、まあ卒業試験ですね、そして国家試験浪人生であればですね、こちら苦手な対策の範囲をですねしっかり見つけて、合格に向けてですね一人に合わせたですねカリキュラムで行っております。こちらはですね、例えば、授業形態はですねオンラインのマンツーマンによる、個別指導ですね、こちらは講師の先生とマンツーマンで対策していきます。また教室での授業を、ご選択いただけます。東京メディカルスクールのホームページですね、ご検索いただき、またはですね概要欄、ホームページご検索後、資料請求フォームより、お問い合わせいただければと思います。東京メディカルスクール岡田でした。